アムチャンネル。はい、今日はですね、こちらのサンホテルトスの7階のお部屋を紹介したいと思います。こちらはですね、まず一番奥、これ一応オートロックになってます。こんな感じで鍵を入れながらガチャッと開けます。そうするとこんな感じになってまして、結構自然にオートロックで閉まります。でまずこの鍵をですね、ここにこんな感じで入れます。そうすると部屋のこういう冷房とか明かりが照明がつく作りになってます。でまず入って左がこのジャケットをかけるとこと、あと消臭剤がこれなんだろう、清水化っていうのが入ってます。フレッシャー、衣類にって書いてありますね、布製品。そしてスリッパがあります。スリッパは毎日除菌を行っておりますので安心して履いてくださいって書いてあります。あとこの中敷きもこうあります。そして姿見の鏡が右側にありまして、左側がバスルームです。こんな感じ、トイレットペーパーダブルで消毒済みで、ウォシュレットはこんな感じのやつです。TOTOのやつですね。でアメニティがですね、こんな感じになってまして、ひげ剃り、ちょっと使い捨てのタイプではいいやつですね。あ、シックの、ちゃんとシックのこれも入ってます。これシックのひげ剃りですね、いいやつですね。で歯ブラシもですね、しっかりした使い捨てのやつです。で櫛があり、ボディタオルもついてます。この4点セットですね。でこちらはフェイス&ハンドソープ、香水の香りのいいやつ、 DHC アメニティ、 DHC シリーズのコンディショナーとシャンプーとボディソープ。で蛇口はこのひねるタイプですね、回すタイプで、ここでシャワーと下を切り替える感じです。でコードの感じもこれこんな感じで、シャワーヘッドはこんな感じです。でバスタブはこういうタイプです、深めのやつですね。でカーテンの感じはこうで、換気扇の周りも綺麗ですね、非常によく掃除をされてると思います。でバスタオルとフェイスタオルがあります。で出ますと非常灯、そしてベッドです。セミダブル的な広さでしょうか。で電子ケトルではなくこのタイプですね、サンホテルトス、これでお湯を沸かすタイプです。カップラーメンとかだとちょっと一発だと少ないと思いますね。でエアコンの使い方が書いてあります。ちなみにエアコンはここにあります。でメモ帳とペン、フロントへのつなぐモーニングコールとかの電話で、スタンドがあって、一応マットはですねこんな感じでこだわりがあるみたいです。エアウィーブっていうマットレスパッドで、ティッシュで枕で、ここで電気を操作することもできます。コンセントもありますね。
そしてこの絵がですね、思い出のバル800分の525、そして、お茶がですね2つ粉末のタイプがあります。で、Wi-Fi ももちろんあり、で、マッサージもですね、こんな感じであるみたいです。リモコンの操作で、今はですね、このトスの応援クーポン、これ大きいんですよね。1000円で1枚使えるという、まあ、1000円分、セブンイレブンでも使えますんで、1000円買ったら半額ってことですよね。これが今は令和3年1月30日31まで1000円分もらいましたということで、2枚ですね。これが2枚もらいました。そしてここの引き出しにはホテル専用チャンネル、あとトスのこのハガキですね、こういうのがちょっとあり、で椅子ですね、ゴミ箱で、冷蔵庫、これは電源が切れてますんで電源入れてください。ここでカチッと冷えるかな、通常は消えてます。で、ここで有料チャンネルのカードは入れてください。普通のチャンネルは見れます。パナソニックの液晶20インチですね、 TH20LX70HT、 こんな感じです。まあ狭いですけども十分だと思いますね。十分な感じで綺麗ですね。非常に綺麗です。このエアコンの出口とかも非常に綺麗に掃除されてます。天井とか、そして外の眺め、7階からの眺めはこんな感じです。ここのホテルはですね、いいところはまずこの駐車場が無料、駅地下というか駅前なんですけどね、駐車場が無料です。これは大きいと思います。通常だとこの辺のホテル、ああいうホテルとか700円から1000円ぐらい取りますけども、それが無料。そしてここから徒歩5分以内でスーパーマーケットがあります。ショッピングモールの大きいスーパーマーケットがありますんで、まあ、夕飯どっかのレストランで買いに食べに行くっていう人じゃなくて、スーパーで買いたい人は非常に立地条件的にはいいと思います。もちろん電車で来る方も駅の真ん前なので非常にいいんじゃないでしょうか。これで、朝食付きで、2300円ほどです。一泊朝食付き2300円ぐらい、こんな感じです。サンホテルトスチェックアウトとかの時間は、まあ、通常の10時まで。で、無料駐車場の案内とかこうあります。無料朝食。ウェルカムドリンク。コーヒーが1回で無料でもらいました。で、洗濯機とかですね。コインランドリーとかもあります。ちなみに、ランドリーは洗濯機が200円。乾燥機が30分100円です。まあ、良心的だと思いますね。カップ麺とかも売ってます。スーパーで買い忘れた人とか、めんどくさい人はここでも買えます。喫煙所もあります。マッサージとかの値段もこうあります。レンタル自転車とかもあるみたいです。ということで、非常に立地条件が良くて駐車場無料、そして朝食がついて2300円。トスはですね、南に行く方、熊本方面の人行く人とですね、あと福岡方面、ちょうど間なんですよ。それなので、どっちに行く人でも中継点としても非常にいいと思いますんで、おすすめです。僕もこの明日熊本の方に行くので、ここに中継として泊まりました。ということで、ご視聴ありがとうございました。
これ4階ですね。4階にはこんな感じで自動販売機、自動販売機、これアイスで、自販機はこうあります。まあまあ多少割高なのかな、でもそんな変わんないですかね。100円であるからまだ良心的だと思います。でつまみのミックスナッツ200円、そして電子レンジもここにあります。あ、カップラーメンなどにお使いくださいってありますね。これカップラーメン売ってます、200円、ちょっと割高ですね。こんな部屋が4階にあります。8階はコインランドリー、はい、これ8階ですね。8階には自動販売機とコインランドリーがありまして、ランドリーは30分100円です。乾燥ですね、乾燥が30分100円で、洗濯機は5キロで200円ですが、2台ありますね。こんな感じで2台あります。そしてここにも電子レンジがあって、お酒が売ってます。まあ50円ぐらい割高ですかね。でジュースは同じような感じです。はい、こちらが8階のランドリールームです。一応こちら干せることも干せますね、部屋にも干せるということですね。乾燥機を使わなくても干せるそうです。